どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらの浅草コブラのミンスターをですね、前に焦げ茶色に、染め直したっていうか着色したので、で、水分補給、油分補給と終わって、ついにですね、磨くんですけど、今、全体にクレームが塗ってあって、つま先かかと小刃にワックスが塗ってあります。で、動画外でね、この紐を通したのと、あとワックスをね、もう一回だけ塗っておきました。で、これである程度光らせやすくなるでしょうということで、結構乾燥はしてるんで、とりあえずブラッシングだけしちゃいます。本当はね、この紐をね、外すじゃない、通す前に、ブラッシングしといた方がいいんだけど、ブラッシングしちゃうと動画的につまんなそうだなと思って、ちょっと残しておきました。で、シューズリー入れたんだけど、すごいやりづらいな。すんごいやりづらいんだけど、このビーバーテールがすっごい邪魔。うまくブラッシングできない。で、あとね、つま先とかかと、小刃もね、あんまりブラッシングしないようにしてます。もうちょい乾燥させたら、全体ブラッシングするけど。でね、意外とこのライオンのワックスなんだけど、今。意外と乾燥遅いんで、ちょっとね、もうだいぶ塗ってあるから、もうあと1回くらい塗ればいいと思うんですよ。だから俺あと1回塗ってね、ちょっとだけ乾燥させて、で軽く磨いて、で全体のブラッシングをね、もう1回やる感じにしようかなと。ほら、ちょっとまだ豚毛だけだけど、結構ツヤ出てきてね。さ、ちょっとね、今の感じ違うんだけど、さっき見たらね、チャーチのエボニーみたいな色合いに見える時もあった。不思議な感じだよね。今ね、違うんだけど、もっとエボニーらしさがあったんだよ。紫っぽいっていうかさ。とりあえず、つま先に塗っておきます。かかとはね、もう十分塗ってあるから、いっかなっていう。今回かかとは光らせないんで、ちょっと軽くワックス塗っておくくらいにしておきます。だからかかとは塗りません。小刃もね、結構塗ってあるんで、ちょっとつま先にこう塗って、で、今日ね、ちょっと涼しいからかわかんないんだけど、涼しいんだけど、あんまり、弱いっていうか、乾燥のね、速さがね、乾燥が遅いっていうね。ちょっとこっち、もう。こんな感じですね。ってことで、ちょっとこのまま10分くらい放置して、で、磨きます。さあ、だいぶ時間が20分くらいかな、経ったんですけど、前回だか、こういう靴の話してたり、V の。で、あれね、思い出しました。リカルド・フレッチャ・ベステッティとかいうやつだね。ベステッティだよ。いや、思い出したね。でもね、思い出して見てみたら、V じゃなかった。U みたいな感じでしたね。U。なんていうの？U ウィングチップのショートバージョンみたいな。ショート U ウィングチップみたいな。もう派生しすぎでしょって感じなんだけど。そんな感じでしたね。今見たらね、あんなに、うわ、すげえって思ってたの何だったんだろうっていう感じでしたね。あれね、なんだかんだもう4年くらい前の話なんで、やっぱ変わるよね。自分のさ、好みとかも変わるだろうし、結局私はチャーチが好きなのは変わってないけど、でも今チャーチほとんど履いてなくなっちゃったからね。チャーチっぽい靴履いてるっていう。てか結局、履きやすさとデザインがちょうどいい具合になってる。どっちもね、最高潮なのが一番いいんだけどさ。そういうのは難しいから。その中間、うまい具合なバランスをね、取れたような値段と、そういう靴になっちゃってるよね、結局。あとなんだかんだあれだね。中古靴ってもうあんまり履いてないかもしんないね。なんかさ、これ買い始めた頃かなから徐々に中古靴からだんだん手を引き始めたんですよ。そっからだよね、なんとなく。ただまあこれで言う、これもうスタメンなんで、白はまあ中古じゃないんだけど、なんていうのあれ、もうなんか在庫処分みたいな人がメルカリに出してたって感じだから、まあ新古っていうわけではないんだけど、なんかまあそんな感じですね。まあ一応あれ新品ということで、白のね、なんかトルコ製の靴みたいなやつ、なんていうんだっけあれ、アヤカップみたいなやつ、なんか読み方がねあるらしいんだけど、トルコの言葉なんかわかんないから、飛んでイスタンブールって感じだからさ、AMG さん詳しいかもしんないけど、AMG さんアヤカップの本当の読み方を教えてくださいAMG さんは別に詳しくないのなんかね、まあトルコ好きらしいんでで、クロスウェード、焦げ茶スウェード、これチャーチなんで、まあ、これ中古ですね。そもそも売ってないんだよね。で、その黒とか焦げ茶で、フルブログとセミブログなんだけど、私の好みに合うね、ものがなかったんだよ。で、チャーチも今スウェード出してないし、今知らないけど、当時出してなくて。で、まあカスタムオーダーみたいなやつはできたんだけど、そこまで欲しくはないっていう感じでね、やめちゃったんだけど。でも茶色と薄茶もね、実は中古で、これらはもう、なんかちょっと、とりあえず色合わせ的な、でも中でもいいやつっていう。まあ、全部がね、新品ってわけじゃないんですけど、そんでも今、1、2、3、4、5、6は新品で、あ、でも白黒もあんのな。白黒もあれは中古か。だから、6と6、ちょうど半々。前はね、ほぼほぼ中古だったんだけど、今はね、もう半分くらいになっちゃった。新品と中古の比率が。徐々にね、新品だらけになってんだけど。いや、なんかさ、やっぱ愛着は湧くよね、新品の方が。中古もいいんだけどね。あとでも中でもね、黒とか言っても、一足じゃないから、クレマチスとかね、レイマーは新品だから。まあ、なんだかんだ、だいぶ新品来てますね。スーツもね、もう中古っていうか、既製品じゃ買わないよ。まあ、あれにメルカリとかで、ちょっとジャケット程度のやつは買うけど、お、いいじゃんみたいな。で、これね、磨き終えたんで、いや、磨き終えたってわけじゃないんだけど、寝るのでね、ワックスは落ちたので、これでブラッシングしていきましょう。まだね、豚毛までしかやってないから、全然全体が光ってない。そんでも結構光ってるよね。お、光ってきたぞ。コバもね、なんか光ってきましたね。コバ一応削ってるから若干良くはなると思う。もうね、動画にした時はすでに削っちゃってあったんで、まあ、ビフォーっていうビフォーはわかんないと思うんだけど、まあ、そこまでひどくはないけど、でももうそろそろ削るようだなっていう、そのくらいでしたね。はい、うまげブラシです。お、いいじゃん。ほら。なんかさ、渋いよね。イメージでは、わかんないけど、全然よくわかんないけど、なんでこのイメージになったのか。ちょっと、キセルのイメージ。キセルみたいなイメージ。シューツリー入れてると、ここら辺はね、ブラッシングしやすいんだよ、なんか。ここら辺。ただ、基本的にはブラッシングしづらい。この辺もやりやすいんだけど、シワ伸びてんから。ただ、慣れればな、意外といけんのかな。逆にこっちの方が楽になりそう。まあ、持ちながら磨いたりしなきゃね、シューツリー入ってる方が楽だと思うんだけど、まあ、持ちながらっていうか、こう完全にこうやって磨いたりとかね、せずに、地面につけている状態だったら、そんなにやりづらくないかも。で、ちょっと待って、あのね、本当はやり絵なんだけど、もうさっさとこれ、コンパウンドやっちゃおっか。コンパウンドやって、で、それでヤギやった方が早いね。今ヤギやって、またコンパウンド後にまたヤギやってとか、なっちゃうから。で、艶はね、本当に求めてないんで、今回。まあちょっと光りゃいいかなくらい。で、まあ厚塗りはしてあるから、一応その、傷をね、保護するための、靴を保護するためのね。でもさ、この靴結構履いてるしさ、私のその、さっきの新品靴の話じゃないけど、傷一切ないでしょ。ねえ、すごくない？私結構ね、気にはしてるんだけど、靴履いてるとき、やっぱりね、例えば側溝に入らないようにとかさ、だから避けながら歩いたりしてんだけど、あとまあもちろん当てないとかね、多分どうしても当てちゃったりするんだよ、なんかのあれで表紙にね。まあその時とか一切傷つかない。やっぱワックスね必要だよ、うん、なんかその靴がね表面磨きは良くないって言って厚化粧と同じだと、パーティーの時以外厚化粧はしないでしょと、まあ、いやする人もいいんだろうけど、するとしても落とすでしょすぐって。で普段はそんなにしないでしょパーティー用の厚化粧なんてって、普通の人はねって厚化粧してる人が普通じゃないってわけじゃないんだけど、でそういう話がよくあったんだよね。今もなんかあるけど少ないよね今。でもさ、その当時はねいちいちそれにまあ突っかかったりはしてたんだよ当時。まあ今たまにやってるブログの話じゃないけど、あの頃ですよね。でも今さ冷静になって考えてみるとさ、そもそも化粧と全く違うくないっていうなんかそのやり方的にね、例えばケアしてからこの鏡面磨きという化粧を施しますという、なんか表現としてはいいと思うんだよ結構。あ確かにまあ分かりやすいかなっていう。ただじゃあそれを落とさなきゃいけないかとか、そっち方面になっちゃうと、それとこれとは別じゃねっていうなんかちょっと全てをつなげすぎてるよね。そもそも靴なんだから化粧ではないじゃんっていう。ただ分かりやすく例えるために化粧って言ってるのはそれは分かったけど、そこまで引っ張っちゃったらそれ違くねっていうなんか極論っていうかさ、ちょっとねっていう。ちげえなって思うよね。今考えると。当時はね、化粧したって、別に皮なんか呼吸なんかしないんだからとか、どうせつま先なんか油分塗ったってしょうがないんだから、いらねえだろうとか言ってたんだけど、なんか今考えてみたら、それも、まあそれも私今もそうは思うけど、そういう話でもないかなっていう。なんかね、面白いね趣味の中で戦うっていうね。でもそう思わないですか？なんか結局さ、靴磨きを化粧で例えるとして、確かにその、まずはお風呂入った後に、お風呂入ってきれいにすると、顔もきれいにして、で、出たら、しっかりと、まあ、水分補給したり。油分補給するってあんま肌では聞いたことないけど、でもまあ、どっちにしても化粧品には、ね、クリームなんかもう完全に油分入ってるわけですから、クリームっていうくらいだから。まあ、油分補給もして、で、それが終わったら、ようやく、その、化粧をするって感じなんだけど、厚化粧したら皮膚が呼吸できなくなっちゃうっていう、そっから不思議だよねなんかその分かりやすく例えるためのさ、たとえメタファーとしての化粧っていうのは分かりやすいんだよ。じゃあみたいな。じゃあからがもう分かんないっていう。なんでそうなっちゃうっていう。もうだってじゃあ何、そもそもそんなこと言ったらってなっちゃうよね。もう水かけ論っていうかさ、そんなこと言ったら顔にローは塗んねえだろうみたいな。そうなっちゃうよっていう。だから私はね、本当に思うのは、鏡面磨きってその見た目がね苦手だとかそういうのはもう置いといて、手間かかるっていうのはあるけど、でも傷はねこんだけ防止できるわけだから。結構私ね鏡面磨き割ること多いんだよ。なんかバキンみたいになっちゃったりとか、すごいクモの巣みたいになっちゃってることとかあるし、そんでもね靴に傷ってほとんど入ってないんだよね。だからワックスがちゃんと保護してくれてるっていうことを考えると、まあやっぱ鏡面磨きっていうか、このワックスをねつま先に塗るってことはね外せないなっていうふうに思ってる。だからまあ今ねこうやって雑じゃん、雑でなんかこの副産物的な艶出しをしてるわけなんだけど、まあせっかくだしみたいな、ね、そんな感じで出してるけど、もうこのくらいで抑えることもできるし、厚塗りしてもね。だから逆に艶出し目的で薄塗りだけしてる方が危ない。だって守れないじゃん。何のために塗ってんのって感じ。って感じで終わりました。結構綺麗になったんじゃない？なんか落ち着いたダークブラウンになってくれてね、これなら確実に私はもう区別つきますね。最初の色とは絶対違うという区別がつけます、つけられるんで。でまあこんくらいだったらいいでしょう。これもね黒と同じように普段履きして、今ねちょっと黒はね実は履いてないんですよ。ずっと玄関にあるだけで履いてないんで、まあこれとこれが仕上がって、もう一個ね赤く染めた、赤茶色に染めたプレミンスターの方がねちょっと今すっげえ汚いんで、それだけ磨いたらまあミンスター集団ということでやっていこうかなと。なんかそんな感じで以上です。それだ。